どうもこんばんは、伊藤寺小桃でございます。毎度毎度バカバカしい工作にお付き合いいただきまして誠に誠にありがとうございますと。落語みたいな入りになっちゃったね。まあいいか。こんなわけで、本日もね、粛々と作業していこうかなと思います。ついにバニーの日は終わってしまいましたので、あの子はもうやってきません。まあ、また何かの機会にね、現れればいいかなとは思います。詳しくは昨日のアーカイブをご覧くださいませ。本日冒頭から来ていただいておりますのは、紫瀬奈ちゃん、そして吉村颯くん、よろしくお願いいたします。で、昨日からやってんのは、結局のところ、このプテラノドンがうまいこと、紙に収まんないよ、どうしようっていうことですよね。で、まあ、今日も京都でというか、まあ今日も引き続きね、その謎にね、我々は挑んでいくのであるというわけでございます。そんなわけでお付き合いお願いいたします。さて、カメラの角度が微妙にずれてるのを直しながら、よいしょ。どうも。昨日作ったのがこれですね。こう、開くんだけど、首も出るんだけど、なんかいまいちなんだよねっていう、こいつを、まあ、どうにかしていきたい。だからパカパカしてたらさ、この、ここのヘリ、これがさ、この羽側にくっついちゃ、引っかかっちゃったらこうなることもたまにあって、あーみたいな、なんか自爆みたいになっちゃってさ、なんかこの構造根本的に良くねえなって今、思ってるんですよ。なんで、なんか違う手段を考えたいところではある。あるな。しかしどうすればいいのかわからんのだ。困ったな。というわけです。それが今日の導入というかね、入りだね。パラソルの軸で飛び出すみたいな。パラソルの軸で飛び出す。あー。これ?この軸で、ああ、言わんとしてることは、分かったな。子供いけるかこれ。そう、問題はね、もう一個そこなんですよね。子供が、作れるんかこれというね、ところ。これ夏らしくていいよね、これね。そう。それもありだな。構造としては、あり。全然ありなんだけど、難易度がキッズ向けかというところを一点に置いてのみ、うん、ちょっとむずいかもねって感じ。俺が個人で作るんだったら全然ありって感じだな。この頭のしまい、あ、ん?ちょ、待てよ。ちょ、ひらめいたかもしれん。わし、ひらめいたかもしれない。私、ひらめいたかもしれない。けど、合ってるかどうかはわからない。ウェイヨーポンポン。ウェイヨーポンポン。服部選手いらっしゃいますし。あ、服部さんにもちょっと聞いておこう。ちょっと昨日からね、ちょいとした議題がございまして、ご相談です。今、まあ、ゴルフさ、12人ちょうどなんですよね。参加者が。なんですけど、その中の一人が、まあ、入力を、まあ、忘れておりやしたと。いう背景もあった上での12人なので、まあ、本当は13人いるっぽいんですよ。で、そうすると2枠になっちゃうんだけど、もう日時も決定したし、日時決定した上で追加募集をするかしないかどう思うっていうご相談です。とか、逆にその皆様の枠で俺も行きたいみたいな人がいたらば、それをピックアップして12人、もう12人まだ増やせるかな。まあまあ、実際そのじい様がいるから11人までは増やしちゃうのも手かなとか思ってるんですけど、どう思いますか?あと、ツイッターの画像を見ました。美味しかったですね。マグロ屋さん。ご期待通りだった。まあ、なんてね、来たお客さんにいきなり疑問を投げかけていく謎のチャンネル。それが我がチャンネルでございます。お付き合いください。よろしくお願いします。まあ、ご挨拶だけの可能性もあるからな。なんとも言えんが。よいしょ。さて、そんなわけで、のりを外してしまったからつけ直さないとな。これさ、左右っていうか前後逆にしたらどうにかなんのかな。3日前まで募集しちゃいますか。
とかでもいいかなと思っていて、要は私単体ではどうしても拡散力に限界があるし、例えば来週の12だからまあ9日までとかねだったら受け付けますよとかっていうのもありかなとか思ったりしてるんですよね。で、まあ、あともう一つは、そうした時に、どうすっかねっていう、その決着のつけ方を。まあ、基本的にはその精神はさ、お友達できたら、増えたらいいよね、エンジョイ大会だからね。エンジョイ大会だからね。お友達増えたらいいよね、エンジョイ大会なので、まあ、あんまり厳密にこの何、その、国際ルールだーみたいなさ、ガンダムファイトーみたいなことでやる気はないんだけど、まあ、たださ、まあ、せっかくやるからにはナンバーワンになりたいぜっていう、まあ、話もあるわけじゃないですか。で、それをする際に2枠にしちゃった時にどうしようかなと思ってて、例えばその、前2コースの良かった人と、まあ、そうでない人で、こう、まあ、足切りじゃないけれども、こう、2枠立てといて、どっちかに移動してもらうとかね。で、まあ、ここでやるとか、だからその代わりそれやるとさ、ルーザーで 3,4 ホールめっちゃやり込んでる人が浮かばれないんだよね。 1,2 ホールで決着つけちゃうと。なんで、まあトータルの優勝者を探すとなると、まあ2枠作ったとして、じゃあトータルでやるみたいな。でもさ、このそのコリジョンありだからさ、なんかすげえ悪い言い方すると、下手くそに囲まれた方がコリジョンあり空間ではさ、なんか有利だったりもするじゃないっていうのでね、ちょっとどうしようかなって思ってるんだよね。で、いや、今12人なんだからそういうのやめちまえばいいじゃないですかっていう話は、それはそれでありで、じゃあ12人でやろっかっていうだけの話になるんだけど、せっかくなら人増やすのもいいかなとかちょっと思ったりしてね、ご相談でした。どうせなら選手の皆さんのご意見聞いた方がいいなと思っていて、こんな質問をね、投げかけてみたわけです。これ、こうする分にはさ、ゴッドエベニング。おー、グーイブニング、リッキー。テラノドンを改良してます。これさ、このまま首ここにつけとけばさ、この体だけこうなるけど、首はずっとこうなってるのでは。こんばんは、こんももです。はい、こんもも、あ、久しぶり、グラジオジさん、いらっしゃい。元気でした？ロークス、すごい。ありがとう。今度ね、ワークショップみたいなのもしてみようと思うから、その時よかったらやってみて、そしたらみんなができるレベルなのかどうかも改めてわかるしね。これさ、首がこう、つきっぱなしで、体だけこう、なんのと、首もこう、前後するのどっちがいいかな。ちょっと、首つきっぱなしの場合をまずやってみるか。おじさんももしね、考えたら、職場の同じ部署でコロナ出ました。おー、大変。私の周りも結構そんな話聞くから気をつけてね。大変だよ、本当に。かっこいい脳作りなってる。そうそうそう、今回はね、うちのチャンネルってさ、アラサーアラフォーが多いんですよ。で、夏休みのさ、まあ最終週ぐらいにお子様がね、こう宿題、工作の宿題やんなきゃみたいになった時に、ちょうどいいこう恐竜の飛び出す絵本キットというものを4種類ぐらい作っておいて、うちのチャンネルに流入があるかな、ないかな、なんていうことを試してみようかなっていう企画。まあ、なんで、これは釣り絵ですね。で、そうか、おじさん久しぶりだからあれをお見せしよう。パーキングのサービスエリアだからお盆基地。あ、きつそう。こんなんとか、ああ、倒れちゃった。今までのこんなん作ったりとか、こんなの作ったりとか、こんなのね、作ったりとか、あとはこんなのを作ったりしてましたね。このスタイルが違うタンクはもうできてて、4つ目、トリケラトプス。これがね、まあ、困ってんですよ。ずっとうまくいかない。恐竜だ。そうそうそう、恐竜なんですよ。で、これをまあキットにしようという話だね。一つは今やってるのがこういうプテランドの首が前向きっぱなしで、首が前向きっぱなしで、体だけ、こうなる、パターンと、まあ、それはそれで今じゃ。飛び出す物部屋も面白そう。飛び出す VTuber なんて死ぬほどできますよ。
ただほら人様の絵だからさ、結局私が飛び出すしかないわけよ。でおはよう VTuber とかの飛び出す絵本作ってみたけど、そんなにね、みんなほら結局さ実写を混ぜたくないんだろうね。だからみんなで自分で作ろう系のキットっていうのは、まあ、正直受けなかったっていう感じだね。首が動くんだとしたらこうだな、こんな感じだろうな、こんな感じでさ、首ごといくみたいな、こう、こっちの方がかっこいいかね。グッと結構ギリギリだな、これ。こっちかな、こっちで行ってみる。こっちで行けば足ちょっと直せば済む。画面から飛び出す系っていうのもね、いいよね。それはそれでね、ちょっとやってみたくはあるよね。さ、それこそ 3B はね、昨日やってたので、まあ、ぜひ見てもらえればとは思うんですけど、 3D ね、私普通にあるんですよ、 3D 体が。で、実は昨日の配信は 3D でやっておりまして、で、しかも夜によってね、こう、バニーでやっておりました。8月2日が過ぎ去ったから。で、まあ、そのご様子はね、あ、そうそうそう、その紹介をしよう。はい、ぜひぜひ、そのご紹介で、一つね、面白話というか、昨日、そんな感じでやってたので、どれだ？通知通知。アビタさんという方がね、ファンアートを書いてくださったんですね。でん。いいよね。いや、バニーになった甲斐があるってもんですな。セクシー。ちなみにお礼としてこんなんをお貸ししておきました。超セクシー。なんかこれエッチくてよくない？この手書きのメッセージ。なんかいいかなと思って書いてみたんだけど。セクシーやー。ねえ。昨日の画像は、どうやって見んだっけ？昨日、はい、そうっす。昨日の画像そのものはメディアか。メディアから見に行けばいいのか。昨日はこんなんがね、そもそも開始画面こんなでしたから。なかなか狂った放送じゃん。この人が結局ペーパークラフトを延々やる配信っていうね。何なんだろう。あと今日ね、これを撮ってきたんですよ、ついに。これやりたかったんだよ、ね。なんかこれもやっぱさ、影になると急にエッチさが増すよね。雲がいい感じ。そう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 。あ、バニーの日だったか。そうなんですよ、バニーの日で今日は、なんだっけ、ハイサワーの日かな。まあ、パンツの日っていうのもあったからね、実はそのバニーの画像の前に、パンチラの画像を上げておいたんですけど、誰にも気づかれなかったんでやめました。マシすぎる。これはね、ファンアートで昔いただいたバニーですね。あのね、V ロイドじゃなくて、これはカスタムキャストで作られてるから、V ロイドとはまた違った父の形をするし、大きさが違うんだよね。そのマックス値が違うんですよ。で、あと V ロイドは、T シャツとか着せると別なんだけど、アスキャはこういう、なんていうの、ぴったり系のスーツを着せると、いわゆる乳袋的な水着になるから、水着を作った時に、この谷間が不自然に内側に食い込むんだよね。いや、その山頂同士をさ、つなぐ橋になるはずじゃん、この辺の横軸の紐って。っていうのは、アスキャがちょっと苦手な表現らしい。で、その辺ができるよっていうのがこの例で、この胸の谷間とは別に洋服っていうレイヤーを作れるのが V ロイドのいいところですね。ここが覗けるわけですね。で、がっつり下着みたいな柄を作るとこうなってしまうというね。これにしても、これに関してはこう谷間をちゃんと追っかけられるように作っているというわけでしたと。まあ、動く私のバニー姿はね、ぜひ昨日の配信を見ていただいて。そんなわけで、プテラノドンは、改めてこの形で、
行ってみるか。この形で首を少しで話をずっとググッと戻して、そうだ、おじさんもそう考えたら、あの VTuber 隊があるじゃないですか。夏の夏のゴルフ大会をね、するしないみたいな話をしてて、でさっきの話に戻るんだけど、これ自体を一瞬っていうか一回も締め切ったのね。締め切ったんだけど、その上で開催日が決定したんですよ。あのこれよいしょ。で今一人ちょっとあの日にち登録忘れちゃってたっていう人がいたので、その人がやっぱ追加で入りたいよ、入りたそうなので入れてあげようかなっていうことと、まあ12人までなんだけど、まあ12人は今埋まってるんだけど、まあもう一人選ぶとしたら、まあ、ぶっちゃけ残りさらにプラス11に足すも一緒なわけですよ。12人単位だから。なんで追加募集しよっかな、どうしよっかな。追加募集するとしたら、その実際の実施、配信の仕方とか、決勝の仕方とかどうしよっかなっていう相談をね。そう。まさかのね、今日のリスナーはおじさん以外大体なんとこの大会に参加する人というね。なんでおじさんもぜひよかったら参加をしませんかっていう話と、まあするにしても、その、だから追加募集するしないをちょっと決めたくてね。そんなお話をしていたのさ。というのが今日です。で、それはそれとして、プテラノドンはこの形で行こう。しまえるし、おおむねね、90何パーとかにすればこの足も入ってくるでしょう、きっと。というふうに信じて行こう。信じれるのかな信じるしかねえんだよな。応援します。あ、なるほどね。じゃあぜひぜひ応援に来てください。でもほら、おじさんはあれなんだよ。全然あの、参加したいなと思ったら言ってね。あの、ほら、クラスターとかでもさ、一緒にもう、プレイしている中の人なので。全然、VTuber じゃないじゃないか、みたいなことは私は言う気はありません。あの、基本的には、あの、さっきその、服部さんっていう人がいた時にも言ってたんだけど、お友達が増えたらいいよね、エンジョイ大会、かっこ予定、かっこ閉じなので、あんまりね、その辺厳しくする気はないんだな。ただだからあのね、エンジョイ大会だっつってんのに、もうね、ちょっと何名かのね、ガチ勢がね、と僕ではない何名かのガチ勢がね、こう、レベルを、大会レベルをね、上げてるんですよ。まあ、その上がった大会のレベルの中で優勝したバカもいるんですけど、私というね、私というのもいるんですけど、まあ、上がる前の大会の初代チャンプもいれば、上がった後の3位もさっきコメント欄にいたというね、カオスな大会でございます。で、参加すればね、多分ね、世界50位ぐらいは簡単に名乗れるんですよ。プレイヤーが50人いないから。これ毎回面白いな。世界50位は簡単に名乗れます。なぜならば50人いないからっていう。このからくりマジで面白い。あの、過疎村における村一番の力持ち、なぜなら村人3人だからと同じ面白さを感じる。これはこれでいいとして、これを外して、1枚から作れるのかな、この展開図。それが不安だな。今回マジでビビってます。今回、そうなんだよ。今回レベルが高いんだよね。パスティーユさんも強えし、で、その G様は今入力ミスっちゃったけど、まあでもそれ追加募集するからよかったらおいでって言ったら多分来るだろうし。で、あの、なんだっけ、あの、以下のマリちゃんっていう、歌いかっていうサービスを開発してる VTuber さんも、なんか、エンジョイ勢ですつってしれっとね、まあまあ、エンジョイ勢とは思えないスコアをね、あの、しれっと、ツイッターにこう、無邪気にアップしてんだけど、いや、それはまあまあ、ガチ勢の人のスコアなんだよな、みたいな。何ホールか知らなきゃいけないこと、やっぱその、まあ、ガチ勢かな。そう、攻略しなきゃいけないね。あの、とか覚えとかなきゃいけないことって何個かあるんだけど、そのガチるならば。それをね、知らないと出せないスコアをしれっとね、こう、ツイッターに貼ってて、この人は、もしや、みたいな。エンジョイという名の。っていうかね、もはやね、エンジョイという名のガチ勢が非常に多いですよね。もう残ったエンジョイ勢は俺だけだ。うん。困った。僕だけが、そう、最後のエンジョイ勢でございます。全員に嘘をつけと思われてる可能性があるけど、はい、すいませんね。私は嘘をついてるのかもしれない、ついてないかもしれないけど、
で今日はまあメインの活動としてはこういう風にね、アナログで開発した飛び出す絵本をエンジョイエンジョイで、例えばそのさ、さっきの話に戻るんだけど、2枠でやるとしたらさ、2枠目って誰に頼めばいいんだろうっていうところよね。エンジョイ、そうエンジョイ、 Let's enjoy the game Golf Galore。こんな感じで取れたら効率いいよね。場所効率いいよね。これか。誰に頼もうかなっていうのもね、ちょっと問題なんだよね。そのさ、2枠目を誰に頼む問題と、採点というかその決勝の決着の付け方、どうしよう問題が解決すると非常に良い。はみ出しがこのぐらいあったな。あと先っちょこのぐらいあったな。ここを拒否っていきたいね。で、これを黒い紙に貼りますのよ。で、スキャンするのよ。そうすると、飛び出す絵本がデータ化されていくんですね。よいしょ。そんなわけで部品を貼っていこう。これね。これがまず一番大事だから。そうだね、大会、今ちょっとそう、そこをね、悩んでんのよね。で、それ決めたら、まあ、この、要は水曜日でしょ、だから早めに決めて、まあ、追加募集かけるならかけると決めて、で、まあ、タグを作るのか、前のタグ、とりあえずゴルフガロールのタグ作って、投稿するのかしようかなと思ってるんです。まあで、まあ迷ってるうちに時間が経ったで12人は決まってるからまあいいやとかね、内心は思いつつも。まあ、とはいえ、お友達を増やそう大会だからさ、エンジョイで。ね。なるべくいろんな人にチャンスをあげたいし、いろんな人と交流する機会を僕らもね、持った方がいいので。なんかいい案ないかなって、こう、ないものねだりしてるのさ。今回はね、いやもう正直ね、そのファーストステージである程度リードを取っておくっていうのがもう無理なのよ。みんなファーストステージの攻略をしてるから。そうすると後半になるんだけどさ、後半はね、俺そんな実は強くないから、いよいよ私もね、コミッショナーに引っ込んで、みんな頑張ってくれたまえよっつって偉そうなこと言ってるおっさんポジションに早くなりたいとこですね。もうさ、レベルが上がりすぎなんだよ本当に。なぜってぐらい上がっている。あとそのなんかね、そもそも100円でパターゴルフのゲームの何がいいかっていうと、リスナーさんがさ見てて分かりやすい。麻雀ってさ、来て、ああこれはこうなんだよ、ああなんだよ、ああこれはこうした方が良かったですねって言っても、なんとなくリスナーもうんうんって思うけど、分かんない人は分かんないからね。麻雀ってやっぱり意外と覚えることがたくさんあるゲームだから、分からんもんは分からんのよねっていうのはあるんだけど、パターゴルフってさ、まあ入ったか入ってないかだけじゃん、見りゃ分かるじゃん。で、非常に分かりやすいんで、パターなんかいいかなと思って始めたんですよ。で、みんなにも布教したんですよ。そしたらこのスルメのような意外な面白さ、ハマる人続出でございまして、なんかね、回を重ねるにつれて、なんか俺の知らない解放とか俺の知らない解放、俺の知らないコースのクリア方法、100円のゲームなのに買っている100円以上するゲーム内アクセとかね、いろんなことが起きていまして、んってなりますよね。さて、いられを起動しましょう。いられって、そうやって表現されるんだ。イラストレーターですね。で、最近作っていたのは、ちょっと待ってね。よいしょ。ペーパークラフトの夏休み企画。
最後作ったのはティラノサウルスでしたね。そのデータを出しましょう。いられー。 OK。 ここに今スキャンされたものが来ておりますので、そいつをですね、貼っつけていくというわけですね。よいしょ。これ。で、これ紙が A4 だから、こんぐらいのサイズのはずじゃんっていう。アートボードもね、今 A4 で作ったんで、まあ、ちっちゃい合わせにしよう。こんな感じじゃん。はずじゃんっていう。で、ここにいろいろ作っていこうねっていう話だね。よいしょ。データによれば、データによればこっからこんな感じ。そんな整寸5センチ、1、2、3、5センチ、はあ、はい。そうなんだよね。まあ話が戻るんだけどさ、だけどエンジョイ大会は開催するんだけど、その先よ、その先はどうしようかなっていうのがまだ決まってないんだな。追加募集も面白そうではあるよね。ただそれで人来なかったら悲しいなっていう感じだから、表向きはしないけど追加募集はします。皆様の練習配信とかでやりたいっていう人がいたらナンパしてきてねとかね。例えばちょっとそれはこう他のプレイヤーさん、選手の方に他力本願かもしんないけど、そういうのもありかもしんないね。で、そうだな、枠だよな。枠をどうするかだよな。なんかさ、せっかくやるのにさ、どうせお前上に来ないだろみたいな感じでさ、誰々さん2枠目やってっていうのはさ、なんかちょっと失礼なんだよね。であれば逆にうずかのうーちゃんとかとやるでもいいんだけど、うずかのうーちゃんと俺が2人揃って上位になった時に対決はどうやってやったらええんやみたいな話がそこから出てくるわけですよ。違う枠じゃんそれぞれみたいな。だからそのチャンプのはずなのにチャンピオン決定戦が同条件でなされないっていうのもなんか問題かなって思ったりしてね。いや別に多分ね、やってる我々はそんないいんすよ別に。なんかそういうこと言っちゃあれだけど、別にいいんだけど、なんかそれはさ、見てるお客さんがさ、せっかく自分の推しの、そうそうそうってなった時に、そう、枠をどうしようかなと思ってて、な、本当は最低4人ぐらいが一気に枠持ってれば、4人全員、あ、でも4人全員上位に行く可能性ってあるんだよな。行った時、じゃあ回は何、配信なしですかみたいなさ。回だからですかみたいな。僕が回だから配信ないんですかみたいな。何のもなんか。あれだけど、でもそうだよね。そういう話かな。上位で改めて決勝、でもそっからまた枠作り直してっていうのは無理だろうから、どうしよっかなっていう、まあ悩みが尽きぬなんだけどさ。逆に言うと、俺も決勝に行けるかどうか今回わからないから、そのさ、その波乱の感じもあってさ、この主催である小桃としては悩んでるわけですよ。なんかお前そもそも自分決勝行けるみたいな言い口で言ってっけど、行けるんかって言われたら、怪しいですぞみたいな。そこあるじゃない？正直怪しいよね。自分が決勝に行ける前提みたいなノリで話してますけど、本当に行けるのかって言われたらちょっと怪しい。そもそもね、そもそもトークとしてちょっと怪しい。で、まあじゃあ行けるとして、そういえば今回ガラスさん出ないね。まあいいか。お忙しそうだし。だとして、まあじゃあ決勝出たとしてもそうだし、まあ出なかった時はじゃあ俺はその、なんつうの、その時の会の人たちとやりますねっていう話で全然いいんだけど。その上位か、もう全然2組を全員こう合わせて、なんだっていうのをやって、要は最大24位まで作って、上位12
12にだけ点を与えていくっていう。野郎さんワンチャン忘れてる説。野郎さんワンチャン忘れてる説、ああ、あるね。聞いてみよう。聞いてみようっていう、誰か聞いてみてくれ。腕が、ちょっとプテラノドンの腕をちょっと一回調べよう。プテラノドン、プテラノドン。プテラノドンってどういう手してんの？この絵で合ってる、そもそも。へこみは1個で良い。なるほどね。今2段で書いちゃってるけど、これ1個でいいんだ。で、先っちょはこう3個ピョンピョンピョンで出てれば良い。なるほど。本当かな？これなんかゲーム内のプテラノドンちゃうか？まあいいか。まあいいか。これが、この出っ張りが余計なんだね。これあんまないみたい。プテラノドンのタオルかわいいのよね。タオル？そんなあんの？こんな感じで良いみたい。っていうことで言うと、ちょっと待ってね。これを伸ばしてあげた方がでかく見えるんだよね、こう。総距離が長いから。こう長く見せれる方向にしておいてあげよう。その方がなんかでかいもん作ってる感じがするっしょ。で、手が3本と。ヤロさん今日麻雀してんじゃなかったかな、うっすらとした記憶。最近あんま密に遊びに行けてないから行きたいんだけどね、忙しいのよね、私自身も。あんましょうがないね、リアルな知り合いだったりするとそういうところがね、少しこう、まあ、融通し合う感じになりますけど、まあまあそれはしょうがあるめ、そういうもんだ。で、そっちじゃないの、コピーしたいのは。もうちょっと角度つける。こんな感じ？こんな感じかな？こんな感じで、足。足は？足ちっちゃいね。足ちっちゃいから、こう、ガニ股みたいな足にすることで、やっぱ足の長さも稼いで見せよう。こうさ、こういう足にすることで、実際はもうちょっと足長いんすけどね、みたいな、こう、見せ方に、ようか。こうすると長く見えるよね。伸ばしたら長いんやろな、本当はな。残念ながら伸びてないけど、本当は伸ばしたら長いんやろなーみたいな、こう、見せ方。なんかむっちりしたな。ペラノドン、足むっちりしすぎか。むちむち。こんな感じかな。ちょっとむっちりしてるね。むっちり度が高いね。逆か。こうか。こうか。こうだね。うん。よかろう。じゃあ、こいつを反転しまして、余計なもんまで持ってきたな。ちょっと待って、ちょっと、ちょっと待ってね。よいしょ。二重になってた。君をこっちのレイヤーに持ってきて、全員こっちだよね。あ、よしよしよし。そうだよね。で、二重になっとるね。よし、一個消そう。そうだよね。で、これを反転しましての、反転して、で、代わりに、こうだね。こういうことだ。で、実際は、こうなるよと。
あ、だからこれ出っ張りすぎだね。この角度出っ張りすぎだね。もうちょっと削っとこうね。こんな感じでね。まあよかろうと。ほんで、これか。今度は。これだな。これが18だから、36あるはず。37になっちゃった。36でいいんや。OK。で、折り筋が、こんな感じで、こんな感じで、こうだと。なんかこっちが急に見えるけど、これ実際45度組なので、こうならなきゃ、おかしいはずなんよ。まあ、なんでその辺が多分髪のうにゃうにゃでうまいこと言ってたんだろうね。で、実際のプテラノドンの顔というのはもっと三角で、上結構まっすぐなんだね、プテラノドンってやつはね。で、ちょっと創作しよう、これは。明日休みの人の代わりで早番になっちゃったのでそろそろ行きます。あら、大変だね。来てくれてありがとうね、そんな中。いつも来てくれてありがとう。アーカイブ見ますね。あ、ぜひぜひ昨日の見るといいよ。バニーちゃんが見れるよ。お疲れ様です。大変だね。気をつけてね。体調も気をつけてほしいね、彼女にはね。彼女か彼か分かんないけど、ワクワクまあなんか癒しでも何でも何かの一助になれば幸いです。おつももでした。はい、おつももです。気をつけてください。コロナもね、気をつけてね。体調も気をつけて。こんな感じかな。こんな感じで、こんな感じで、なんかずいぶん人っぽいな。やっぱこうか。ちょっと顎が下か？こうか？こんなもんだと思うけどな。その今適当にググって見てんだけどさ、プテラノドンの顔を。まずこう下から結構なんていうの、ペリカンじゃないけどさ、くちばしがあるタイプとないタイプ、あとなんかイラストチックなやつとこういろんなパターンがあるんですよね。みんな先っちょは尖ってんだけどさ、こうか。逆にこっちを上げるか。あ、なんかこっちっぽいよね。こっちだな、イメージ近いの。こっちだな。で、こいつがこいつがこの辺にこう来るわけなので、あ、うん、今ぐらいでいいよ、今ぐらい。今ぐらいでいいので、胴体の厚さをね、なんかこう、ちょっと丸く、丸くしといてあげると、胴体っぽくなっていいかなと思いました。で、下は少しこう、なんつう、苗傾向というか、こういう感じだね。こんなにでかくなくていいか、じゃあ。こんな感じ。頭でかすぎか？ちっちゃくするか、少し。で、ちっちゃくして、全体少し前に持ってくるか。そうすれば、こう、下顎のこの、なんつうの、自然な感じも少しこう、
癒してあげれるというか。で、のりしろを作ろうのコーナーですね。のりしろ。のりしろどうしようかな。ここで折り返して作るか。いっそ。だから、この辺にこんな感じでのりしろつけといてあげて。違う。こんな感じでつけておいて。待って、これむしろその、あれだな。腕みたいな表現にしちゃおう。なので、回しすぎましたね、明らかに。こうじゃん。で、お尻合わせで止めるじゃん。多分、お尻合わせで止めたときに、これが、骨代わりになるような感じで、ついてると、なお良いのではないかい？この辺からさ、骨ってこうでこうみたいな。で、まあ、これは、まあ、こんな感じでいいから、エラー音がすごいなってますから気にしないでくれ。すまねえ。こうでこうしてやってさ、こうさもそういう骨っすよみたいな。なんのりしろで行くのかっこよくない？こういう感じの。これがのりしろとはちょっと分かりづらいよね。これがのりしろなんですね。これかっこええやん。あとちょっとあれか、これを少しこう、そうなるからこんな感じか？逆か？こうか？こうか？いや、なんか、ありすぎだな、ここが。もうちょい向こう行くか、じゃあ。こんな感じかな？よかろう。じゃあ、こいつを、ここで反転させて、で、ちょっと待って、ここ、すぐに丸みがあった方が、多いから、こんな感じにしといて、これを合体させて、しまってね。これを、ミシン目にしたいから、ミシン目のブラシでミシン目にしようか。ミシン目にしよう。で、これを反転させりゃいいんや。よいしょ。で、ここでこうと。で、こうと。ああ、なんで？ほんで、こうよ。おお、いいんじゃない？いいんじゃない？で、これ削って。で、これも削って、これも削っておけば、まあ、なんとなく、これもいらないね。まあ、この辺、こう切っといてあげればいいんじゃないかな。
ちゃうちゃうちゃう。なんで？こうか。オッケーオッケーオッケー。これで頭ができたはずだ。はずだ。なので、これ合成しちゃっていいじゃん？多分。で、こっちもいいじゃん？で、これいらなくなったじゃん？仮にこれが来るじゃん？なぜ丸が選択されないの？こうじゃん。なんかカエルの解剖みたいなんだ、これね。で、この部品も、一回ミシン目にすればよいし、こうだね。OK。だし、あとは、これか。これなぁ。こうしておいて、こう。こうしておいて、こう。あ、待てよ。いいのか、これで。よしよしよし。いいぞ。ほんで、こんな感じで、こんな感じで、あとどこだ？上のどっか一本。どこか。ここだね。これをミシン目としてあげればよいんだけど、まあ、正直これの根元は力が結構かかる場所なので、ミシン目とはいえ控えめにしたいところはありますね。なんでちょっと控えめにしていきます。こんな感じかな。これで部品が首でしょ？めくりでしょ？手でしょ？もう全部これでいけてるはずなんだけど。はずなんだけどな、どうかな、といった感じだね。ここの補強もしかしたらいるかもしんないね、後でね。まあ、そういうのは後で考えよう。で、これが2個いるんだね、本当はね。まあ、なんでこんな感じで、ちょっとこれこっち逃げてきてもらって。これで行ってみよう。これで、ペラノドンがうまく作れるはずじゃ。作れてほしいね。じゃあ行ってみよっか。いやー、データ化するまで長かったですね。まあでもデータ化されればね、こっちのもんよ。一回物理で作っててうまくいってるんだし、うまくいって欲しいな。どうかな。レーザーカッターを起こしましょうかね。あー、ゴルフの練習配信したいよ。またはマージャンしたいよ。またはマリオカートしたいよ。やっぱコーンを詰め始めるとさ、コーヒーを求めますよね。コーヒーしたいのーっつって。まあしょうがないんだけどね。よいしょ。で、ちょっと焼けるのを待とうか。で、これ自体はプテラとか名付けて保存しておこう。どこだっけ、フォルダが？これか。よいしょ。じゃあちょっと焼けてくるの待ちだね。早く焼けてきてほしいとこだね。
早く焼けてこないかにゃん。そんなに難しいデータじゃないのですぐ焼けるはずだとは思うのですが、どうでしょうね。焼けるの待ち押してる間に Twitter でも眺めるか。じゃあ Twitter で言うと Twitter で言うとよいしょ、あの例の私がさたまに作ってるブラあるじゃないですか。あれをベースにさ、まあこんなんをこの間作ったんでね、この間っていうかまあスクショですけど、こんなんを作りまして、でも背中が蝶々になってんのがいいという噂で、この蝶々さよくよく考えたら私がこうペーパークラフトで作ってる蝶々のデータをまんま持ってきてるから、まあ物理化するのも楽そうだなとは思っているんだよね。これさっきの谷間の話だね。あとこれはあの昼飯の話ですね、完全に。最近ナスがうまくて、ナスでパスタを作っておりました。でさ、ナスでパスタ作るときにさ、何が嫌って、こいつがさ、油を際限なく吸うんだよね。で、油を際限なく吸うから、こいつがこう、なえるまでっていうの？こいつがなえるまで、とにかくナスだけを炒めて、こいつをヘロヘロにした後に残りのものを入れないと全部ナスが吸っていくというさことになるわけですよ。ナスの揚げ出しとかめっちゃ好き。そうそうそう、ナスって結構スポンジ状だからさ、なえるまで時間がかかるんだよね。で、まあ今日パスタの気分だったんですけど、うどんしかないからうどん茹でたのぶち込んで、こんな感じですよ。エビと夏野菜の、これなんていうの？カルボナーラでもないし、ペペロンチーノでもないし、トマトでもないんだけど、まあペペロンチーノは近いのかな。まあうどんだしな、そもそもな。アーリオオーリオでもない。違う、ニンニクでもないから、アーリオオーリオじゃない、生姜だわ、今日使ったの。生姜、オリーブ、塩、のみ。オリーブオイルね。生姜、オリーブオイル、塩、トマト、ナス、エビ、まあ、最後ネギ。以上ですね。オイルパスタと言っておけばなんとかなる疑惑。ジンジャーパスタ。あ、オイルパスタ、ジンジャーパスタ。あ、そうね、ジンジャーパスタですね。生姜を入れるとやっぱさ、こう、なんだろう、ニンニクってこう結構残るけど、生姜はさ、残りづらい上に爽やかさが増すじゃない。なんで最近ね、こう薬味というかその、本来ニンニクでやるべきところを結構生姜で代用するのが多いですね、私。生姜、うまいよね。あ、そうだ、あと仕上げに一回しだけ醤油かけたな。なんかね、仕上げに醤油を一回ししたくなる病気というのがまあ、あるとして、仮にね、あるとして、私はそれに罹患してるんですよ。最後に醤油をひと増しするとなんか安心するというかさ、そうだね、安心するんだよね。なんか最後に醤油をひと増しすると安心します。で、美味しかったっていう話ね。で、これは前もちょっと言ってたけどさ、こうしてみるこれとこの日光下のこれのこのさ、健康さの違いよ。やっぱ黒だとさ、なんか異物だと思っちゃうけど、いざこうして空とかをバックにすると、いやー、やっぱりその両脇の穴がね、俺は効いてる気がするんだよね。ここがこう、なんて言えばいいんでしょうね。こう、これだと少し水着感が少ないかなって思うけど、こうすることで清楚さがありつつもちょっと大胆さが出てる気がするんですよ、攻めてる感が。
これインナーなかったらただのエロ水着ですけど、まあインナーをあえて作ってっていう表現をしたかったんで、そういう作りにしましたね。なかなかありだと、ちょっとパンツの部分もうちょっと再考してもいいんだけどね、あの強度考えたらあんまりいじれなくて、まあ今はビビッとこんな形でしたねと。なんかいいよな、夏感あるよな。初中見舞いにしてもいいぐらいだもんね。というね、今日はなんかちょっとそんな生産的な日でしたね。ちなみにこのバニーはね、あのブースで無料で買えるバニーをちょっと改造して使ってるので、みんなもすぐ V ロイドがあればこれになれるというわけですよ。さて、レーザーはあと 10% ぐらい、もうちょっとだね。やっぱこれだよな、これどうにかしたいね。まあ12人で行くか。12人で行って、皆様の配信でやりたいっていう人がいたら、受け付けよう。で、そうだな、連れてきた人が一番多い人に2枠目やってもらおう。っていうか、これみんなさ、配信枠取んない?多分合計点とか見るんであれば、私の配信はその点数表とか出せるから、それ見てもらうのが一番いいんだけど。ただ、まあ VTuber としてはみんな各自自分の配信を撮りたいよな。撮らないかな?まあね、逆に俺はあんましないけどさ、こういうのの主催をする人って本来は多分自分のチャンネルに他のこの参加者の人たちを集めて、自分のチャンネルが賑わえばいいな、みたいなことで本当はやるんだと思うんだけど。まあ、ただ、ことゴルフはさ、こう、全員の手元を見たいだろうから、まあそういうのに適さないと思うんだよね。なんで逆にそういう、なんだろう、ガツガツ感がなくていいかなっていうふうに思ってるんだけど。まあなんでね、誰かしら枠取るでしょうから、そいつに2枠目をやってもらおうっていうのが、ありかな。さて、ちょっと口が回らないからコーヒーを飲ませておくれ。そういうジンジャーパスタの後、何も食べてないからお腹が減ったわ。お腹が減ったよー、のび太くん。だから私のレパートリーイタリアンと中華なんだけど、必ずこんな感じになってしまう。コロナでさ、なんか、買いだめとか買い占めってあったじゃない。で、あれでさ、なんか知んないけど、みんなやたらパスタを買って帰ってたよね。でもさ、パスタってさ、まあ、なんかその、いいパスタ買って帰ったやつにこそ聞きたいけどさ、茹で時間めっちゃ長くね?ママみたいなやつだったらさ、なんか早茹で5分とかあるじゃん。じゃなくてさ、しっかりみんないい、まあそれしか残ってなかったのからかもしれないけど、いいパスタ買って帰ってんだけどさ、デュラムセモリナ、パスタって結構茹で時間かかるよね。普段料理しないやつが待てる時間だとは思えないんだけどさ、まあけど買い占められてたんですよね。で、それもあって、まあ前からたまにやってたのに、そのもっちり食感の麺が食いてえな、パスタ的にって思うときは、俺はうどんでパスタをやってたんだけど、まあそのコロナの買い占めみたいのがあってさ、パスタは売り切れてるんだよね。で、パスタソースも売り切れてんだけど、まあ変な話さ、うどんと麺つゆ買った方が安いしさ、みたいなのもあって、まあうどんを私はそれなりの量を買って帰りまして、で、そこからこう、うどんパスタみたいなのを、こうちょっとレパートリー広げたよね。そのやっぱ在宅だった時期とかでさ、こう家で作ることがあるから、これ合うんじゃねみたいな、ちょいちょいやってレパートリーを増やしたんだよね。よいしょ。まずこっから作るか。じゃあ
よいしょ。で、こう。これだけ見るとなんか、カメの容体みたいな感じだけど。あ、これもね、このまま翼を保持してくれることで、ショー。で、翼がこれか。で、これがあれだね。さっきのあの、真ん中にいた部分の部品だね。それはそれとしてさ、ニンニク使いてえよな。ニンニクもさ、なんか最近私の中で外で食うもんっていうイメージが強くてさ、家の中ニンニク臭くなっちゃうからね。ニンニクで言うとさっき言ってたそのは、マグロのお店行ったんですよ、この間。マグロ専門の店でマグロ焼肉なるものを売ってきたんですけど、まあそれが大変美味しくて、まあ、ニンニクとかも多分うまいこと聞かせてあったんだとは思うんだけど、なんかやっぱさ、魚だから、なんだろうな、印象に残る薬味といえばやっぱわさびなんだよね。あんまりニンニクはしてなかった気がするけど、でも考えたらニンニク使ってねえはずがねえなっていう味でした。マグロ専門店。その名もマグロスタンダードという店ね。カラスタンダードみたいな感じで、マグロスタンダードっていう店があって、行ってきたんですよ。なかなか美味でございましたね。面白い店だった。なので近くに、東京来てね、下町の方、深川とかで、お暇な際には覗いてみてくださいまし。もしかしたら、お口に合うかもしれない。絶対合うとは言わん。合うかもしれない。好みはそれぞれだからね。あとやっぱね、たまに私がこう写真あげる上野の路上、半路上中華店の飯がさ、たまに食いたくなんだよね、こういう暑くなってくると特に。なんだろうね、こう時期的なもんなのか、天候的なもんなのか、わからないんだけどさ、なんか無性に食いたくなる瞬間があるんだよね。まあ、うめえんだけどさ、実際。うめえからこそだとは思うんだけど。ただあれだね、こう、衛生観念がしっかりしてる人とはいけないかもしれないね。ちょっとね、ちょっと衛生面三角っていう感じのお店なんで、お腹壊しちゃうみたいな人とはちょっと行きづれえなって。全然そいつが悪いんじゃなくて、そいつがその後腹を壊すであろうから、それが申し訳ねえっていう話よ。よいしょ。さあ、仕組み自体はうまいこと動いてくれそうだね。ギュムギュム。そうか、これ内側をがっつりつけると抵抗になるのか。削ろう。こっちもちょっと削ろう。削っておこう。とか、打ちつんぎりまで入れちゃいけなかったのか。そうか、失念してたわ。完全失念してた。これで動きやすくなったんじゃない？うん、そうだね。動きやすくなってるね。よしと。で、さっきのによれば、こっち側にこれをつけるんだな。こっちが前、こっちが前だ。こっちを先につけるか。こっちを先につけて、これうまく動くといいな。うまく動いたら、あと仕上げだけになるから、だいぶ
余裕を持ってして違うゲームとかできるんだよね。そういえば秋バズトリップさあるじゃないですか。なんかあのメイドの女の子いたじゃん、カティっていう、あの 青ベースのキャラクターの子なんだけど、まさかこのご時世、こんだけ間が空いて要望に応えましてってついにあのカティルートというのがね、あのダウンロードコンテンツで出るらしいんですよね。気になるよね、秋バズトリッパーとしては。秋バズトリッパーとしては気になる情報ですね。アクワイアさんやってくれますね、このタイミングで。発売から何年経ってんのか知らねえけど、このタイミングでそんな追加コンテンツ作れんの超ええやんってなってる。やりますわ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。良さそう。良さそう。速報良さそう。で、首だ。まず体をくっつけて、ずれないようにな。表裏でずれないようにつけて、ほんで、胴体を貼ると。よいしょ、こんな感じでな。まっすぐ貼らなきゃいけないから、そこが難しいけど、まっすぐ貼れれば結構。この手の骨みたいな感じで付くはずなので、よいしょ、これ良くない？ほらほらほら、この姿を見て、この感じ。これもこうなんかちゃんと胴体と羽のさ、この切りをちゃんと表現できてる風の見え方いいね、悪くないね。でこれがここにくっついて、うまいこと、まあ今だとはみ出るかな、はみ出ないかな、そこが怪しいね。はみ出ないであろうように設計はしたけど、実態としてどうかは相変わらずのご位数。おお、ぽよまろ様いらっしゃいませ。あのね、今日はテラノドンを作ってございますのよ。で3回ぐらいうまくいかなかったんだけど、今日やっとうまくいくのでは。うわ、ギリ足はみ出たね。ギリギリ足がはみ出んとしているスタイルですけど、それ以外は、もっと羽向こう伸ばしていいのか、これもしかして。それ以外はうまいこといきそうな感じ。足だけだな。あ、そう、ぽよまろさん、そうだ、思い出した。あの、お誘いしたのに日程合わずですいませんでした。ごめんなさいね、せっかく挙手いただけたのに。またなんか別の機会で遊ばさせていただければと思います。すまねえ、かっこ半分ぐらい俺のせいじゃないけど、あ、けど声かけたのは僕なんでね、その辺はあの僕が責任を持って言いますが、すいません。できたらよかったんだけど、まあまあまあ、次の機会をね、ぜひと。 V のいいところは、 VTuber をやめない限り、こう何かしらのご縁が続く可能性がずっと、まあまあ人生もそうなんだけどさ、死なない限りご縁がどっかで実る可能性ってのはあるんだけど、まあ、なんか V ってのはその辺の夢を少し見せてくれるいい文化だなとは僕は思っています。どこまで見れるかは人によるけどね、もちろん。あとやっぱ中は気になさらず、しばらくソロで研鑽を積むのでぜひぜひ。逆にあの練習配信とかいろんな人がすると思うので、そこに殴り込んでいただいたりとかすると、あの、そうどっかでも書いたけど、あの基本はお友達を作れたらいいねとか、こうコラボする機会が僕らというか、まあ僕みたいなこうクリエイター系の VTuber って結構
クリエイトする方に時間割いちゃったりとかしてなかなか機会がないんでね、じゃあ機械作ればええやんっていう回なので、まあ、もしかしたらそういったところでご縁が生まれると幸いです。まあ、少なくともその挙手してよかったなって思ってもらえることが私にとっては大事かな。おー、うーちゃんいらっしゃいませ。うーちゃんにもちょっとご相談です。今ちょっと悩んでいることがあります。それは、ゴルフの大会の話なんですけど、今ちょうど12人なんだけど、まあぶっちゃけたことを言うと、爺様が記入忘れがあったがゆえの12人なんですよね、ちょうど。で、まあ13人になるんですよ、彼を入れると。でなった時にどうしようかなと思ってて、一つはまず募集を再開しようかなと。その日時決定後の募集をして、どうせさ、そのじいさまが追加されるとなると、12人単位だから24人までもうプレイできることになるわけじゃん。なんでじゃあ24人になるまで、例えば各自の枠の練習配信とかでやりたいみたいな人がいたらいいよって言っちゃってもらってよくて、まあ24になるまで募集しちゃおっかな、どうしよっかな、追加募集しようかな、どうしようかなっていう話が相談その1。相談その2は、まあじゃあいざ募集しました、人が集まりました、やりましょうってやった時に、まあ1枠じゃ無理なわけじゃん。12人までしか映んないから。じゃあ24人やる時のその2枠目ってどうしようとか、勝敗ってどうするの？例えば1、2ステージ終わって上位と下位で部屋分ける？部屋分けんの？とか、まあ、分けないにしろね。でもその例えばさ、そのラボとキャッスルが得意な人でどこで活躍したらええんやみたいな、最初からその下位に分類されてしまったら活躍の場がないじゃねえかとかっていうのもあったりとかして、どうしよっかなってちょっと悩んでね。その開催するとしての方法と、まあ、そもそもその増員をするしないっていうとこね。で、まあ、するとしたら、それこそ、私が前回チャンプで、うーちゃんも前回チャンプなので、まあ、2枠取るなら最低その2枠は、かなとか思ったりとかね。お、できたよ。テーラノードン、ちゃんとしまえる。まあ、今ちょっと足はみ出てる分切ったけど。で、グッと。どうですか、このテーラノードン飛んでる感じします？この感じ。開き切ることで。あれならば枠取れますよ。そうっすよね。だから、そうそうそう。であれば、ちょっと枠の話は、じゃあそれで解決だとして、あれよ、その勝敗の付け方をどうするかですよね。最大24人を全員横並びにして、まあその、ちょっとしたときに、例えばその枠 A にはコリジョンのヴィランがいて、枠 B にはいねえってなった時にどうしようみたいなさ、それはヴィランいる方が荒れるじゃん。まあ、それも含めてですよって言っちゃえばそれまでだし、なんかそれでこう初めてさんの人になんかヴィランがいたせいでみたいな、こうなんか変ないさかいを生むのも嫌だなと。で、まあガチ化させた本人に言うあれではないかもしれない。一応はさ、ほら、これ立て付けはお友達増えたらいいよね、きっかけ大会だからさ、エンジョイ大会だからさ。翼もうちょっとでかくできんだこれ。でも1センチぐらいか、まあやめとこう。もうこれだな、これが完成形だな。素晴らしいじゃない。非常に洒落ている気がする。どの道ポイントつけてるからそれで集計して、荒れるコリジョンに関してはもう深く気にしないくらいでも良いのではなかろうか。そうしよっか。じゃあ追加募集をしよう。日付決定5で。で、まあ、例えば、うーちゃんの枠とかでやりたいっていう人がいたら、それはそのまま、引っ張り上げていこう。で、あとは、さっき来てくれていた、ぽよまろ様は、本番はタイミング合わないんだけど、まあ、もしよかったら、練習配信等に現れたら一緒にプレイをしよう。
どうせあのサーバーで殴り込み歓迎サーバーだから、ゴルフ配信に関しては。あとはね、あのおやつさんのところにいるユキのウサギちゃんっていうのも頑張らんとしているので、ぜひ受け入れてあげてください。こんな感じかな。こんな感じで。あんまり厳密に勝敗があってよりは、ワイワイやって最終的に順位ついたねくらいの気楽さも持ちたいし。そうなんですよね。そうそう、気楽さが大事かなと思っています。なんかそのあんまり厳密な大会にする気はなかったんですけどね。違うなこれ。こうか。こんな感じだな。こんな感じでプテラのデータはできたと。素晴らしい。これで全部できたと言っても過言じゃない。とりあえず保存だな。まずはこの調整後データを元データに反映して、ちょっと待ってね、元データに反映してこっちこれで保存をしたいよと。うん、重いよ。頑張ってイラストレーター、そんなところで死なないで。もうちょっと下げとく？ん？ 1,2,3 下。1,2,3 下。1,2,3。こんな感じかな？うん。こんな感じでいいでしょう。し直そう。そんなわけでいられ的には今こんな感じになってまして、無事データができたよんというわけですね。よいよい。なのでもう一回かかるかなと思ったけどできちゃったので、これをそうね、画用紙とかで作って綺麗な感じにして写真を撮るっていうのがこの後必要だね。まあ逆に言うとそこまでやればもうほぼできたも同然なんだけど、ちょっと改めて見てみっか。本日の新作テラノドン、思ったよりもこう前傾で止まらないでちゃんと開き切ると真横を向くのがいいですね。真横を向いて置いとける、こう開き、見開きで置いとける実は唯一のやつこれで、トリケラトプス。これ平面じゃなくてこう縦にして見るタイプの絵本だね。なんか中のノリがちょっと一箇所浮いてるので補強で止めます。よいしょ。これでいいか。ここを切りたいんだな。そうだ、思い出した。なんか中でね、ちょっと内側で少しぶつかってる部品があるんで、そこは直したいなと思っていたのです。でそうすると、ここがね、こう自由に、もうちょっとこうピンって動きやすくなるんでね。こういう感じで動きやすくなる。で、閉じる、開く。閉じる、開く。閉じる、開く。いいね。あんまりここをこうはしたくないんだよな。うん。まあでもいいね。トリケラトプス。で、開きっぱなしで置いとけるよんと。こんな感じでね。で、ガブガブします。ティラノサウルスです。今回は手をね、手が一緒に動くようになる設計にしたので、まあこんな感じ。
で最後ブロントサウルスですね。これが一番子供向けかな、一番わかりやすい、一番画角に入りづらい首長竜だね。これも実はこうやって置いとくことができます。でだからこの4つを底本すると、なんか宿題に、高学年の子だったとしてもね、高学年の子だったとしても、まあ宿題にまあまあ適してるぐらいの感じになるんじゃねえのかいっていう話さ。ちょっと試しに製本してみよっか、簡易的にね。簡易的に製本するので、もうこういうのを使いまくるんですけど、操作などうしよっかな。まあ、端っこと、この辺らへんね。はいはいはい。端っこと真ん中辺を、はめていこう。こんな感じだね。本当は2枠でやった上位6名6名で最後っていうのも手だけどね。その6名6名でやる最後の1ホール、超心臓やりそう。超キリキリしそう。あと、それ俺は見る側なのか参戦する側なのかにもよって、だいぶ心持ち違うけどね。見る側だったらもう気軽にね、解説しますよ。解説お姉さんするよ。解説お姉兄さんか。するけど、いや、選手ですってなると、メンタルスポーツ。It's メンタルスポーツってなってると思う。また弱気を打ったら負けるし、もうあれなのよ、その、プロゴルファーの世界じゃないけどさ、もちろんそんな高みの話はしてないつもりなんだけど、なんだろう、みんなうまいと、みんなうまい前提で、その日一番女神が微笑んだ人が勝つみたいな世界になってると思うので。それもちょっと思ったけど、4コース回ると結構長いしなぁと。そうなんだよね、2時間かかっちゃうからさ、そっからまたっていうのもなんかちょっと嫌じゃん。嫌じゃんっていうかさ、11時半に開始してて何2時間半もやる機会よとかさ、ちょっと僕もないなと思うんですよ、長すぎるんでね。だからそれを解消するのが、そのあれなんですよ、そのコース、決勝はランダム1コースとかかな。まあ、そのランダム誰が決めるんや問題あるけどね。まあ、俺がサイコロかなんか投げるので許してもらえればそれにするかなとかね。ランダム1コース出すっていう機能ぐらいさ、つけとけよゴルフガローレって内心思ったりはするけど。サドンですかだよね。いやー、バレーサドンですとかさ、なんか心死なない。3ホール目でホールインワンとか、ね、そうだね。まあ何かしらのそういうウェブサービスあるから、その辺を使ってやるのは手だね。そう、どうすっかな。まあ素直に打数を横並びにして、まあ、2枠平行でやって、でだから1位から24位まで順位をつけて、
でまたあの1に24点ドメに0点っつってホールインワンがあったらプラス1点みたいな感じで全員横並びで進めるのも手だけどね。ディスコード大変なことになりそうだけど24人分そうすると自分が見てるリーグの中に優勝者いない可能性あるけど、まあそれはそれでいいでしょう。確かにランダムコース機能欲しいの。個人的には500円くらいになっても良いので。小山田様ですね、あのここに耳寄り情報があるんです。500円出すと次回作が買えるんですよこれ次のやつがもう売られてて開発陣はそっちが儲かってるからゴルフガローレは100円で一生アップデートがないんですね。ね、なんだっけ、ゴルフなんつったっけ、あれもう買ってあるからあれなんだけどさ、それちなみにこの間ね100円だったんですよ。100円だった時ゴルフガローレは50円でしたけど、ゴルフアラウンドかななんでこの、まあ、なんかやってる俺が言うのもなんだけどさ、このゲームのこの絶妙な魅力は何なんでしょうね。このそうですね、ゴルフアラウンドですね。絶妙なこの魅力。でもさ、なんかスマホゲー初期ってこんなゲームちょいちょいあった気もするんだけど、なんだろうね、この布教しといて俺が言うのもなんだけど、この絶妙に面白いんだよな。面白すぎないというかさ、ちょうど面白くてちょっと凝り始めると、アップでないからこそやり込み抜けるという、わら、そう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 、なんだっけ、あとスピードランニング、これ俺申請しようかどうしようかちょっと悩んでんだよね。登録しようかなと思って、 OBS にさタイマーの機能つけれるなんかやり方をこの間ちょっと調べてて、で録画しときゃいいんでしょ。まあ変な話さ、別にこのリアルカメラ私使うからさ、ここにストップウォッチピットがやっといてもいいわけじゃん。画面内は画面内でゲームしてて、やりようは、まあ、案外いくらでもあるなと思って。ただスピードランは俺そんな得意じゃないんだよなこのゲーム。そうすると今度 海外に行きもついに参戦しだすかもしれない。いやでもさ、そもそもで言えば私を含め私の周りのこのもの作り系の V さんが、クリエイターの V さんが気軽にコラボの段取りとかしてさ、なんかそのいわゆるそういうのメインの人たちはさ1ヶ月先まで埋まっててさみたいなのが大変だけど、こうひょいっとやろうよ、あいいねでできる環境を作ろうぜっていうのがまあ野望だったから、そういう意味では結構成功してんのかなと思うんでね。なんせそれこそぽよまろさんとやろうよって言ってやった時に集まったのが8人ってもう異常だからね。えっつって3、4人かなって思ってたらさ、タイマーはブラウザとかツールのやつのが結構安定するかも。なるほどね。スクリプトもあるけど不安定なので、あやっぱ外部ブラウザでさ処理外側に任しといた方がいいよね。それはそう思う。エッジコンピューティングをした方がいいね。処理は外に任せるスタイルで。まあなんで V でやりたいことっていうのは意外とやってみるとね叶うもんだなと思う次第ですね。あとはだどうしよっかな。そのこの間ちょっと話他のところしてたんだけど、クリエイター系の V を集めてじゃあデザフェスでよっかというのか、そういうのもね野望としてはあるけど、なんかねあれは結構気心知れてない人同士だとやばいから、まあ、知れたやつ限定で行くかとかね。あとお前そもそも自分自身の個展やれよっていう話もそうっすねって感じだし、さあ簡易的に製本を
しました。ここ本当は閉じちゃいけないんだよな、あんまりね。ギュッと。まあ、よろしいでしょう。なわけで、夏休みの飛び出す絵本、恐竜でございます。ブロントサウルス首長竜。ちょっとカメラ引こうか。入らなすぎる。こんぐらいか？こんぐらいなら入るか？怪しいところだね。ブロントサウルス君。出展はなんというか、ある程度言い合えるくらいの親密度いりますね。そう、これどうもないわ、だよねって言えるぐらいじゃないと、面倒いから嫌だとかね。で、もちろんこうやって置いとけると。ああ、そうか。取らないからな。まあ、こんなもんだ。首長竜。ブロントサウルス首長竜。次。トリケラトプス。かわいい。かわいい。テラノドン、翼竜。飛ぶ。小学生の時にこんなキットが欲しかった。俺も欲しかったわ。ねえから作るわ。最後、ティラノサウルス。ガブガブできる。トリケラトプスよき。トリケラいいよね。俺もそう思う。トリケラ意外と難産だったけど、結構ね、いいバランスにできた。ティラノもちゃんとこう、噛むんだよね。あーっていう。ないから作る、は心理。そう、ないから作る、それは心理。まさに。その通り。いいね、楽しみ方がちゃんとそれぞれあっていいね。正面で首が上に出るタイプの飛び出す絵本、立体が出てくるタイプの飛び出す絵本、こういう少し変わったギミックが出るタイプの飛び出す絵本、遊ぶタイプの飛び出す絵本、であとこれなんか表紙をさ、べしゃべしゃって貼ればさ、夏休みの宿題としてはもうなんかかなり良いんではって思うんですけどね。まあどうだろうね。今時はあれかい、センサーとか搭載して人の顔を認識したら手振りながら近寄ってくるロボットとか作る小学生がいるのかい。できそう、できそうなんだよな。スクラッチでできるからな。クラッチとかでできるってことは、だから、ラズパイとか、オブナイズとか、オブナイズでできた気がすんな。で、できるんじゃねえかな、と、思ったりはします。よしよし。以上、データ作り編は今日までだ。で、次回からは、まあ、これをちょっと綺麗に作って写真を撮るとか、パチパチパチ。あとはこれをそのキット用のデータにして公開して、ワークショップしたいよね、みんなね。ワークショップしたないですか、皆様。ただワークショップに参加するためには、私のデータをダウンロードした上で、ダイソーとかで画用紙を買ってくるとかっていう必要が出るんだけど、ワークショップしたくない？パチパチパチ。ワークショップするとしたらみんな参加する？するとしたらこの土日の昼帯夕方帯とかでいかがでしょうか？ゴルフの企画やってるさなかにそんなことやるのかって言われたらまあそうなんですけど、ちょっとワークショップをした上でみんなからできるできないとかっていうのを、まあ、募りたいっていう話もちょっとだけある。ここおかしいとかね。まあ、要はテストプレイヤーみたいなもんじゃ。いや、先行でご体験いただけたりするんだけど、土日の昼帯もし参加できるよっていう人がいたら教えてください。
土日のどっちかにやると思います。ゲリラでワークショップやってもさ、素材がねえよってなっちゃうからさ、だって聞くしかないよね。そう、ベータテストみたいな先行体験。マイクロビットとかイチゴジャムとか子供でも触れるマイコンいっぱいあってすげえなーってなる。あのね、中でもやっぱソニーが出してるメッシュが一番僕の中ではよくできてると思うね。メッシュが俺の中で一押し。マイクロビットは BBC が作ってるんだけど、それ系で言うと俺はオブナイズがいいかなって思うけど、いまいちマイナーだよね。オブナイズ好きなんだけどな、頑張ってほしい。そんなわけで今日はワークショップ行ってみたいの。コミケ後か。あ、そうか、コミケって今年 何日。そうだ、コミケ調べねば。コミケ、そう、今年の夏コミさ申し込めなかったんだよね。やっぱちょっと怖くてさ、冬は申し込みたいよね。今年のコミケは何日と何日ですか？コミックマーケット100?13、14か。で、今週末だからコミケ前の土日だね。だからあれだ、このゴルフガローレのやるぞって言ってる日はコミケ前の日の夜ですね。ビフォーコミケの夜。いやでもさ、コミックマーケット出てさ、ジャンル俺って出たくない？お、俺がジャンルだっていう、まあ多分でかいくくりとしては個人 VTuber っていうふうになるんだけど、ジャンル己っていいよね。己のグッズを売る。あ、だからあの、僕がたまにお話しさせていただくキヌタ博士とかまさにそうだよね。グッズを作る系 VTuber さんが自分のグッズを売るというね。まあ、グッズ作るの好きな人だから、そういうのがいいんだろうけど。あれはすごいよ。まあでも、さっきのカビタさんの絵じゃないけど、私は全然自分がいやらしい絵になって、なんなら本になっても全然構わない人なので、なんなら俺をネタにしてエロ本書いてくれて全然いいよぐらいの人なので、ぜひね、そういうのもなればいいなと思います。このファンアートいただいたんですよ。嬉しい。嬉しい。で、お返しに、なんかこう、ちょっとエッチな風な動画をこうくっつけておきました。なんかこの表現ちょっとエッチでよくない？この手書きブロマイドみたいな。スーパーセクシー。そうなんですよ。ほら、バニーの日だったからね。それをよりセクシーにしたファンアートが来たという。ありがたいよね。私はほら結構ファンアート書かれない側の VTuber なので、ありがたいですね。まあ、そもそもその昨日の枠の配信がメディアか、こっちか。手書きアニメ予期。そう、これね、あのソフトで一発で作れるんで、ペンタブでビャーっと書いたらその通り自負になるんで、とても良いです。昨日はそもそも開始前こんな感じだったし、配信中もこの右下にね、今私ここにいますけど、ここにね、バニーがいて、バニーがペーパークラフトをひたすらするっていう謎の配信をしてましたけど、まあまあまあ、いいじゃないですか。バニーの日でしたっていう。これファンアートでいただいたバニーですね。可愛らしい。なんかスタンダードなのが一番いい気がする。なんかあんま、逆バニーじゃないけどさ、なんかその、なんだろう、ツタこねすぎて味噌味ですみたいになったみたいな、そういうんじゃなくて、結局のところ、まあせいぜい冒険してもナポリタンまでみたいな、おろし納豆パスタまで行くと、うーん、うどんでよかったみたいなさ、あります？言わんとしてること。あとね、これの写真が撮れたのもよかったねという話なんかをしながら、本日は1時42分こんなところかな。なので、今度はこれをきれいにしていくっていうのはあるんだけど、まあ、ちょっと配信でやるのはここまでにしておいて、次はワークショップをしようと思うので、Twitter で、
ターでワークショップをします、参加者が多い方でやります、土曜の昼帯と日曜の昼帯って言ったアンケートを取ろうかな。で多い方でワークショップをしようと思う思います。で作るのはこれ全部作りたいと思う、どう思います？多分これね、作るだけだったら一見開き30分かかんないと思うんだよね、大人だったら。ただ各自がお子様と一緒にやってるとしたら4時間かかっちゃうじゃん。で当然私は取説作る気はないので、動画を見てやってみようねっていうスタイルになると思うので、となるとよね、となるとまあ2時間でどこまでいけるかな、かな、やるとしたら。であとは丁寧にこの組み立て方の動画で私が作っておいて、まあ、どうせそれはあの動画にしてあげるから。でまあ8月末ぐらいだよね、その流入があるかどうかっていう話だ。チャンネルが伸びるかな、800人いけるかな、どうかなっていうやつだね。まあ、ちょっと考えてやってみようと思います。で、来週末、今週じゃなくて来週の金曜日はゴルフでございます。そうか、コミケ前日だったか。コミケ出たいけど、コミケは一回卒業してデザフェスとかに出たい、あと個展をしたい、そんな感じでございます。じゃあこんなところで本日は終わろうと思います。お付き合いありがとうございました。おつももで締めさせてください。ありがとうございました。またお会いしましょう。おつももでした。おつももん。さてそんなわけで私のコメントが反映されましたらば、皆様のお名前をお呼び立てしたいと思います。ほねー。お、来た。ではお名前を読みさせてください。下から、ギャルフゲーぽよもろ様、ありがとうございます。来てくれておつももです。吉村はやてくん、おつももです。紫せなちゃん、おつももです。お二人とも頭から来てくれてありがとう。うーちゃん、おつももです。あ、書いてないか、手書きアニメって書いてあった。まあいいや、おつももです。ありがとうございます。そして途中来てくださった方、アーカイブで見てくださってる方、ありがとうございました。キットにするという話は一旦開発はここまで、これからあのいわゆるキット化になったりとか、ワークショップでバグ出しをするっていうフェーズになります。うまいこといくことをお祈りくださいまし。じゃあ今日はこんなところで、ありがとうございました。バイバイ、またねー。